それは世界に革命をもたらした新たなエンターテインメント。仮想空間であるここドリンクワールドではボトルマンを使った真剣勝負ボトルバトルが繰り広げられている。最強のボトルバトラーボトルキングを目指して。頑張れ二人とも。全力で応援するからね。ありがとな。ほかにりょう、お前に言いたいことはいろいろあるけど今日だけはバチカリ応援してやる。笑ってやがる。まあなんだ、とにかく楽しんでこい。おい、グレートだ二人とも。たったワンウィークで急成長したな。パワーアップした俺たちを見せてやるぜ。さあバロバロしようぜ。水とメタルの力を得たハイパーモノだよ。キャー、メタミル二人揃ってる。フォトジェニックボイボイ。はい、こっち目線ください。なっちゃんがグレートじゃない。知ってる。いやだって、いつもあの状態じゃしんどいっしょ。やべえ時以外は普通でいいかなって。それもそうだよね。それじゃあ早速行ってみよう。ボトルバトルカップ準決勝再試合チームバトル。武藤兄弟のチームメタメルハイウェイ。コータ選手、リョウ選手の、チーム名はなんだっけ。そんなの決めてないぞ。コータ、何か思いつくか。シュワッときた。チーム名はコーラスポーツで行く。明日だけ。ウケる。いや、それならアクアコーラだろう。絶対にコーラスポーツの方がいい。好きにしろ。よっしゃ、後で帰るのなしだ。ではメタミルハイウェイ VS コーラスポーツカッコカリラウンド1プッシュバトル。ボトルも特別仕様か。面白え。でかけりゃでかいほど燃える。そうだな。レディーキャップ、ボトルバトルゴー。やるぜユキジ。オーケージョージ地獄のライブ始まりだぜ。ナイスだジョージ。こっちも行くぜ。サンダースプラッシュ。双子の兄弟だからこその連携技です。8連キャップで巨大ボトルをわずかに転がし、メタルキャップがそれをさらに加速させています。なんだあれ、ボトルマンが光り出した。まさかあれはスパークリングノバ。なんということじゃ。まさかこの目でスパークリングノバを見る日が来ようとは。はじけろコーラマル。かけろアクアスポーツブラッシュマシンガン。なんだと思う。左右に揺れたフォローに俺たちのキャップが当たらない。予測不能、ダメだ、リカバリーできない。終了。勝利チームはコーラスポーツカッコカリー。コーラスポーツ、コーラスポーツ。よっしゃ。まずは先行、コーラスポーツカッコカリ。次のラウンドは